フニコプレスチャンネル本日2本目の番組でございます。先ほどまでヤングオーの方放送いたしましたが、ここから JWP 女子プロレスの時間でございます。5月22日浅草花屋敷内花屋敷座で行われましたフライハイインザ27th アニバーサリーと25周年アニバーサリーの大会、こちらですねに向けてという大会でございます。コメンタリー実況推薦がお届けいたします。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで早くも第一試合のスタートでございます。まあ、花屋敷プロレス の放送をご覧になっている方はね、ご存知だと思いますけども、この浅草花屋敷内にあります花屋敷座で、試合が行われるとこういった角度で、撮影することになります。結構、急角度で、見ることになると思いますが、これはこの会場独特でございます。そんな中第1試合として行われますものが決め技限定ドロップキックマッチということでございまして、この試合はドロップキックからのフォールのみが認められられるというルールでございます。対戦するのは藤ヶ崎亜子と、そして、ディアナのサリーでございます。そのようなルールですので、スタートからいきなり、ドロップキックぶちかましました藤ヶ崎亜子。デビュー当時からやむようなドロップキックを放つと言われていた藤ヶ崎だけに、この技にはこだわりがあるんですが、この1週間前に行われました道場マッチで、こちらですね、和樹選手と、同じルールでやりまして、これで負けてしまったわけですね。はい、こちらはミサイルキックからのフォールしか認められないルールを要求し、それを要求した藤ヶ崎亜子自身が負けてしまうという、そういった結果に終わってしまいました。勝った和樹選手の方からの提案で、このサリー戦をドロップのルールでやってみたらどうかというふうに言われまして、2週間続いて、まあ、前回ミサイルキックでございましたが、今回はドロップキックのみで、3カウントが取れるというルールをトライしているわけでございます。まあ、それが決まったときは当然道場マッチでしたので、サリー選手の知らないところでそれが決まってきたわけでございますけども、まあ、サリー選手的には巻き込まれた感になりますかね。それでももちろんこのサリーもドロップキック得意でございますので、ドロップキックからスリーカウントを取る自信は満々でしょう。まあ、プロレス技の基本でございますドロップキックをおろそかにしてはならぬということもございます。あの岡田和志はドロップキック一発で、東京ドームを沸かせます。どんな、古めかしい技であってもきっちりと決めれば、お客さんを沸かせることができる、それがドロップキックでございます。スーパーサスダンのマシンもドロップキックは得意です。さあ、そんなサリーがドロップキックからフォールいきます。ダクラカウント2、まあ、ここ最近は、ニコニコプロレスチャンネルの女子プロレス中継で、さまざまな団体の、サリー選手に出場していますが、その度に、コメントで出るのはもう気が強そうで、いいという、コメントが流れてまいります。まあ、一時のこう打たれ弱さとか全く腐食されましたね。2011年デビューですから、もう今年でも5年に入るわけでございます。まあ、そろそろたくましさが出てきて当然でございますね。今年の4月17日で、2011、2012、2013、2014、2015、2016、6年目に到達いたしました。6年目に到達しながらまだ20歳でございます。こちらサリーは20歳、そして藤ヶ崎亜子は19歳と、若い者同士の、この第一試合となっております。どちらがスリーカウント、ドロップキックから奪うでしょうか。しかしその前にドロップキックで、スリーカウントを奪うにはスタミナを消耗させなければなりません。必ずしもドロップキックのみを出すわけではございません。このように変形の球型も持っております。サリーギブアップしてもギブアップは認められない形ですね。ギブアップを奪ったところで、勝利にはなりません。ドロップキックで、のみで3カウントが入るというルールですので、もちろん、今のようなドロップキックでも OK なんです。振り向き式のドロップキック、あるいはコーナー最上段からのドロップキック、いわゆるミサイルキックですね。スワンダイブ式でも OK でございます。とにかくドロップキックが決まれば、決まった3カウントが入ればそこで勝利。
さまざまなバリエーションでこの2人ブロックキックを放つのではないでしょうか。デッドリードライブ、サリー、そしてコーナー最上段に上がる、これはミサイルキックですが、これもドロップキックとして認められる。さあ、セアの記者が見てる中、ミサイルキックを放つが、これはかわされてしまいました。そして丸め込む、回転足取り方も行くんですが、これはノーカウント。自分の方からドロップキックルールを提案しておいて、カウントが数えられないと抗議をするという藤ヶ崎亜子でございます。昨年は茂神教に入信しましたけどもね、この試合の中であまりそういった要素は出ておりません。この辺のエルボー、髪の毛をわしづかみにしての力の逃げ場がないところのエルボーを連打いたしましたが、突進したところで膝へのテイクドロップキック、そしてダブルミストアームサルト、これをロコモーション式で放っていきます藤ヶ崎。まあ、通常であればこれ3発ロコモーションで出せば3カウント奪えるような技なんですが、試合時間が5分経過いたしました。ドロップキックのみとなっております、このルール。ここでミサイルキックを狙います。ミサイルキックを炸裂させた、これはホールに行きます。しかしまだ行きません。もう一発ミサイルキック、そしてホール行く、カウント2。確かに、足に火をつければドロップキックでも勝てると、かつて一度だけザ・グレート・サスケが、すねに、火をつけて、出すミサイルキックを放ったことがありました。この試合でもしそれが出るようであればそれも有効となります。あれは確かなんだっけな、トムヤン君とかって技だったと記憶しております。たった一度だけ出した、自分の、足首に火をつけての、ミサイルキック、トムヤン君。まさかこの試合で出るとは思えませんが、それも当然ルール上は有効です。火を使ってはいけないというルールになっておりません。さあ、ジャーマンスープレックス行く、これもノーカウントだ。しかし終わりだと絶叫いたしましたサリー。ジャーマンスープレックスで動きを止めて、仕上げでありますミサイルキックに行きます。ミサイルキック炸裂。さあ、ここからはホールに行けます。3つ入ります。最後はミサイルキックから3カウント、サリーの勝利でございます。第1試合は決め技限定ドロップキックマッチでしたが、ドロップキックの派生技でありますミサイルキックからの3カウント、6分26秒サリーの3カウントピンフォール勝ちでございました。これによりまして藤ヶ崎亜子は、1週間前の道場マッチに続いて、似たようなこのルールで敗れてしまったということですね。ここは巻き返し狙わなければいけません。藤ヶ崎亜子です。花屋敷限定から花屋敷花子のアイドル物語シングルマッチ20分一本勝負を行います。第2試合は、花屋敷限定キャラでございます花屋敷花子が、登場でございます。対戦相手はこちらプロレスリングウェーブ長浜ひろえ。花屋敷限定、これはもしかするとニコプロ初登場ですかね花屋敷さんは。まあ浅草のね名所でございます花屋敷、私も小さい頃から何度も行っておりました。自分が大人になってもねこうやってこの遊園地が続いてるっていうのは、非常に喜ばしいことでございますし、ここ数年では DDT、が、こちら花屋敷で、路上プロレスをやったり、あるいは、この日、行われておりますこの花屋敷座で、花屋敷プロレス、あるいは JWP の大会が行われております。非常に、プロレスと密接な関係になりましたね花屋敷は。その花屋敷の限定版でございますこちら。こちらの方が、花屋敷花子でございます。名字にも名前にも花がつくという非常に華やかな名前でございます。なかなか名字と名前に同じ文字が来るっていうのはないんですけどもね。昔カネゴに変身したあの少年が金田カネオだったと思いますけどもね、それぐらいでしょうか。
あと道のプロレスの練習、ユニバーサルプロレスの練習生でデブデブオっていうのがいたんですけど、どこ行っちゃったんでしょうか。伸び伸びた、そうですよね。プロレスラーで他にいますっけね、名字と名前に同じな、文字が入ってるプロレスラー。あ、なかなかフリフリの可愛らしい、コスチュームを、身にまとっております、花屋敷花子でございます。自己紹介が終わりました。長浜広江、今宵はひろちゃんでございます。花ちゃん対ひろちゃんの一騎打ちになります。菊ちゃんと花ちゃんだったら田舎っぺ大将だったんですが、花ちゃんとひろちゃんでございます。まあこれはもちろん花子さん、この頭につけたね、この花、花というかリボンでしょうか、これが非常に気になりますね。なかなか力技を見せますね。手打ちの状態からそのまま相手の長浜を振り回してしまいました。そして何かを求めてますね。何でしょうか、何かを求めております。何ですかこれは。落書きする、これは油性マジックですね。水性ではございません、油性です。いやー、遊園地の中で落書きですか。しかしこれを奪いました長浜。となると長浜、あ、使わない、俺はこんな、俺はじゃないや、私はこんなものは使わないと。いやー、狂気および狂気に類似するものに関しては使わないということでしょうか。長浜広江、さあ落書きすることを失敗してしまいました。もうちょっと花野さん、こう花屋敷に特化した何かにした方がいいんじゃないですかね。例えば射的用の、鉄砲を持ってきて相手を撃つとか、あるいは外に出ているそのなんか乗り物とかをここの中に導入してそれで引いたりとか、そういったものをやるとはいかにも花屋敷っぽいんですけども、油性マジックを出して、落書きって言ってもあまりそれは花屋敷っぽくがございません。まあ、その辺は路上に出るとやりやすいんですけどね、これは室内でございます。サーフボードストレッチ、まあ皆さん、今ご覧になられている皆さんの中にもね、花屋敷に訪れた方、いらっしゃるんじゃないかなと思います。それはまあプロレスに限らず、通常のね花屋敷遊園地に遊び行った方もたくさんいるんじゃないかなと思いますが、ぜひ花屋敷にお越しの際は帰りは、近くにあります本土さやという焼肉屋さんに行ってください。前回でしたっけ、前々回でしたっけね、こちら、ニコ動のオールナイトニッポン無料でも、紹介しました本土さやがこの花屋敷のすぐ近くにございます。通りを隔てて反対側のブロックにございます。まあそれ以外にも花屋敷のこの周辺、浅草のねあの辺りは非常に美味しいものがたくさんございましてですね、のんべのおっさんたちが集まるような、酒場に行っても、例えば、煮込みが美味しかったりとか、焼肉屋さんが他にもたくさんあったりとかありますので、非常に楽しい街でございます。一日遊べますので、ぜひぜひ浅草にお越しいただきたいと思います。さあ、そんな浅草の化身でございます。浅草の申し子でございます。花屋敷花子。今のところ優位に試合を進めております。運が良ければ浜口さん見れますからね。燃えてるかって言われますよ、いきなり。いきなり道端で燃えてるか、燃えろと、気合だ気合だと言われかねませんので気をつけてください。浜口事故というのが浅草にはございますので、浜口事故に皆さん会わないように。おっと、花子さんの鼻を攻めております。これは花違いでありますが、さすがに花を攻められると花子さんも不利になりそう。そして今何食わぬ顔して長浜広江、人差し指と中指を、後ろの背中のあたりで引きました。
この辺は抜け目がありません。またしても鼻フック。さあ2度目の鼻フック。スマホを掲げているプロレスオタとやないプロレスファンの皆様、ここぞとばかりにスマホを掲げました。あれを撮影してどうするんでしょうか。ツイッターに上げるんでしょうか、それとも秘密のフォルダに入れとくのでしょうか。なかなか花子さんの花服は見られません。精神的ダメージを与えられた花屋敷花子、慎重にリング内に入ってきますが、そこに襲いかかります長浜。そこからボストンクラブ、なかなか持っていけません。ディフェンスしております花子さん。シーソーホイップからここから逆肩入り固めに行きます長浜です。気がつけば長浜が優位に試合を進めております。前半は場乗りと申しますか、ここが花屋敷ということで、自分の世界観を築いておりました花屋敷花子ですが、試合が進むにつれて徐々に長浜が正攻法に花フックを加えての高難自在の攻撃。長浜選手もなんだかんだ言ってウェーブの若手だなんだと言われてまいりましたが、結構いろいろね、こういった、高難自在に使い分けたプロレスもできるようになってまいりましたね。ただただがむしゃらに前から行くのではなく、結構ずるいことやっちゃったりとかするわけでございます。やっぱりいろんな団体に出て、試合数重ねてるのもね、いい感じで自分の実力アップにつながってるんではないでしょうか長浜。最近はね、何でしたっけ、ロングビーチ、長浜という名前そのまま英語にしただけですけども、ロングビーチというね決め技を開発しましたので、勝率も上がってきております。さあ顔色が変わりました花子さん、ミドルキックを放ち、そしてベースクラッシャー、いわゆるブルドッグという技でございます。花子さん、できればこっち向いてやっていただきたいんですけども、これ乗り物ですかね、パンダパンダと言ってるのパンダカーがあるんですけども、ああ怒りました、パンダが怒った、パンダの反乱です。DDT の路上プレイスの時、あのパンダカーで高木三四郎が引かれておりましたからね。おお、ランニングレッグブリカドロップ、カウンターで決めました。さあ一方の、はい、花ちゃんだよこれを我々はどう受け止めればよろしいでしょうか。試合の最中に今から攻めるっていう時に、はい花ちゃんだよと、まるで元ヤットのジャガーさんみたいだね、はいジャガーだよと言われなくても分かっているわけでございます。試合中にやる必要はないのですが、それでもやらざるを、やらない、やらずにはいられない。花屋敷花子、カウント2で返します。さあもうこうなるとどちらが優位なのかだんだん分かんなくなってまいりました。顔面を叩きつけて、ここからフロントキックを放ちます。そしてさらにレッグドロップ、ランニング式、長浜が左肩を上げます。カウント2、よっしゃ行くぞと花屋敷花子さんがよっしゃ行くぞでございます。ミサイルキック、この花子さんのミサイルキック、ふわっと空中に、ね、ふわっと空中に行くタイプではなく、なんて言いますか、横に同じ高さで横に長く行くような感じのミサイルキックですね。さあそのミサイルキック2発、さらに顔面を蹴り上げます。長浜が意地を見せる、カウンターでこれを投げてそのままブリッジを利かしてホールでいたします。しかしカウント2で返す、ノーザンライト、いや違う、狙うが円錐切り、これをかわす、
オクラホマロールでホールいきます。カウント2で返す。さあ花屋敷が追い込まれてる。花屋敷が追い込まれてるって言って、なんか花屋敷の経営が危ないように聞こえますが、そうでありません。花屋敷が追い込まれている。カサド、これをエビ型に返す。カウント2、試合時間10分経過です。さあ追走式、もう一回カサドーラー、これもカウント2で花屋敷が返す。花屋敷が返済してるわけではないが、花屋敷が返します。そしてこれはノーザンライトスープですか。これもカウント2。さあ大技の連打で花屋敷花子を追い込んでおります。長浜ひろえ、このまま押し切るか。しかしくる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 と回す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 、回しての逆さ押さえ込み、丸、いやまるでメリーゴーランドのように回しておりました。さらにフロントキック、フィッシャーマンバスター狙うわ。さあエルボーで反撃する。あ、待っていたのは足を伸ばしてのフロントキック。これもカウント2で返します。しかしフィッシャーマンズスープレックスホールド、これもなんとか返します。しかし長浜の動きが止まってしまいました。ここは勝機です。さあ花屋敷花子が、これがメリーゴーランドという技、スリーカウント。最後は花屋敷花子が、まあ、いわゆるシャイニングウィザードでございますが、これがメリーゴーラウンドという技でございます。まあ花屋敷ということでメリーゴーラウンドですね。長浜の健闘をたたえております。花子さん、今後はこういった乗り物系の技、びっくりハウスとかそういう技名の技が増えるんでしょうかね。勝負にこだわりました。きっちりと、スリーカウントを奪って、笑顔を振りまき退場 していきます。次回花屋敷花子さんが見られるのは一体いつでしょうか。検討いたしました。長浜にも拍手が送られます。第2試合です。第3試合全力タッグマッチ20分、一本勝負を行います。第3試合全力タッグマッチと銘打たれております。全力タッグマッチと銘打たれてるわけで、全力バタン球の皆様が出てくるわけでございますけども、その対戦相手として入場してまいりました。こちらです。ライディン鋼、現在 JYP ジュニア、そして POP の2冠王者、パートナーはラビットミュー。まあ、現在の二冠王者と、かつての二冠王者ラビット・ミューも JWP 認定ジュニア、そして POP 王座、2つのベルトを持っていた時期がございます。その対戦相手としてこちら入場してまいりました。全力バタン球、倉垣翼、そしてコマンドボリショイです。いつものようにヌンチャクを披露しておりますコマンドボリショイ。まあ今日の倉垣翼、これ以上心強いパートナーはございません。木村京子が好きな人たちで結成されました全力バタン球、一気に、あっという間に人数が、増えまして現在6名。コマンドボリショイ、倉垣翼、米山香織、中森花子、ダッシュちさ子、そして木村京子と、なかなかの勢力を誇るユニットとなってまいりました。大柄の倉垣と、そしてライディン鋼が
力のプロレス、そしてラビットミュートコマンドブリショーがスピーディーなプロレス、こういったものを見せると思われます。この 第3試合タッグマッチ、非常に、タッグチームとしての、まあ、バランスが非常に拮抗している両チームと言っていいでしょう。キャリアは圧倒的赤コーナーのコマンドボリショイ倉垣翼が誇っておりますが、やはり若さと勢い、こういったものがラビットというライディン鋼にはございます。まず先発はそのライディンと倉垣翼、倉垣と真正面から向かっていっても体格負けいたしません。ライディン鋼が押し込む、そしてこの体でスピーディーな攻防を一瞬見せました。突進する、あ、やはり肉弾戦だ。花屋敷が揺れます。この振動が外の乗り物の方までこの振動が行ってしまうとですね、結構乗り物振動があると危ないので大丈夫でしょうか。今倉垣翼が倒れたことでアトラクションが停止してなければよろしいですが、バックエルボー、しかしここはプロスリング、そんなことは構ってられません。すぐさま倉垣翼がコマンドボリショにタッチです。今日はシルバーとピンクのコスチュームコマンドボリショ、民家の中に突っ込むジェットコースターがありますからね、花屋敷には。民家ギリギリのところをこう横をすり抜けて、走っていくジェットコースターが花屋敷の名物でございます。なので今の振動でジェットコースターがよれたりとかしたらそのまま民家に突っ込みます。カウンターの払い腰、さあラビットミューが出てまいりました。今宵も春山佳代子さんから継承いたしましたこのオレンジのコスチューム、ボディスラムで投げる、139センチのラビットミューがコマンドボリショイを投げ捨てました。しかしコマンドボリショイがこれアルゼンチンバックブリーカー、両膝をついている状態でありますが、アルゼンチンでラビットミューを稼ぎます。そのままキャンバスに叩きつけますコマンドボリショイ。シットダウン式アルゼンチンバックブリーカーと言えばいいでしょうか。シットダウンというかシット式ですかね。そしてすぐさま倉垣翼がキャメルクラッチに捉えます。分断に成功した2人が全力ドロップキックを予告、全力で走る、全力で走るコマンドブリショイ、まだ全力で走ります、まだ全力で走る、止まらない止まらない、ブリショイが止まらない、全力ドロップキック顔面に突き刺さりました。これが全力ドロップキックだ。やり返せという声が飛んでいますが、そう簡単にやり返されるものではございません。顔面したたかに打ち付けられてしまいましたラビットミュー。今度はコブラツイスト、そしてなんだなんだ、この銃つなぎになっております。全力バタン球のこの日は試合がない中森花子、試合が組まれていなかった中森花子が倉垣翼の腕を引っ張り自由つなぎになっておりました。さあ気がつけば赤コーナーチームには中森がセコンドついておりますので、ラビットミュー、そしてラーディア鋼を気をつけなければいけません。しかしうまく相手を攪乱し2人がかりの攻撃なんですかね。中森選手なんで試合なかったのかちょっとそれは不明でございます。おお、ドロップキックを押し返す、押し返した、なんとドロップキックを空中で押し返した倉垣翼、すごいすごい、ドロップキック返しでございます。そしてリフトアップ、そのままどうするんだ、ライディンがブレンバスターを狙う、いやライディンも持ち上げる、どちらもリフトアップ合戦。背後に着地したのはボリショイ、ジャーマンスープレックス、倉垣がそのまま投げ捨てる、
側転エルボー、二人をまとめて串刺しラリアット。あっという間に流れを変えてしまいました。コマンドボイショイ倉垣翼です。おうおうおう、体の大きな倉垣正面から行くぞラビットミュー。さあこの辺りの気の強さ、 JWP では1人を争う気の強さ、中島梨沙か、それともこのラビットミューか。スイング DDT を鮮やかに決めます。カウント2で返します。倉垣翼です。上げようとするライリー鋼、首筋にエルボーを放ちディフェンスいたします。お、右腕で対応する2人、パウ、なんたる迫力、追走する。さあゲルズを宣言いたしました。ハイブドライバーか、これリバーススペックスで返そうとする。しかし倉垣も踏ん張る。倉垣がハイブドライバー、まだいけない、まだいけない。最終的にはリバーススペックスショルダースルーでライリー鋼がこれをしのぎ、岸田氏のラリアット連発連発連発だ。倉垣の動きを止めることに成功いたしました。走り込んで改めてラリアット、倉垣もカウントする自力で返します。またしても流れが変わったでしょうか。青コーナーチームに流れが傾きかけております。おお、左右の前後からのラリアット、ショートレンジラリアット、連打からバックドロップに持っていきます。さあここで分断してボリショイが構えてるぞ。ボリショイが味方の倉垣をなだめし、いや違う、違います。おお、フットスタンプになりました。ダイビングフットスタンプになりました。さらにダイビングボディープレス、なかなかえげつない攻めです。何をやるときも全力でございます。さあ全力まではいいですが、相手に負けてバタンキューとなってしまってはいけない。あくまでも勝った上でバタンキューしたいところです。全力バタンキューの2人、しかしボリショイが勝負を狙って、おお、キャッチした。跳ねのけられたところをキャッチしてバックブロックに持っていきました。リバーススプラッシュ、重爆リバーススプラッシュ、これは倉垣が慌ててカット。さあボリショイが膝蹴りをぶちかまします。そして小手アッパーカット気味に決める、キャッチしてパワースラム、ライディンならではのパワースラム。しかしカウント2、チャンスチャンス、ライディンチャンスです。しかしここでミューにタッチ、深追いすることなくスタミナがあるラビットミューにつなぎました。ブレインバスターロコモーション式でもう一発、二発目も決める。3発目決めると3アミゴスになりますが、3発目は行かせません。スタナをかまして3発目、間に他の技を置いて最終的には3発目もヒット、炸裂させました。カウント2です。ここはミューがチャンス、ジャーマンスープレックスを狙います。ボリショイに向かって負けるかと言いながらガムシャリにエルボーを放っていきます。しかしボリショイもすごい張り手、ここでライディーンが突進してまいりました。さらにクラーキをうまくかわしてリング下に落とします。ボリショイにタックル、そしてこちらもラリアット、前転するボリショイにスライディングのようにラリアットをかまします。カウント2、さあここはライディン鋼、ラビットミューのチャンス、ラビットミューがジャーマンスープレックスホールド、これも倉垣がカットに入った。なかなか決まりません。
さあジャーマンはカウント2でクリアされしまいましたが、リオにはラビットスープレックスホールドもあります。さあそのラビットスープレックスホールドを狙う、ラビットスープレックスホールドを狙う。あしかしここに足が待っていた。今度はお返しのジャーマンを放ったな。ボリショイの方、ボリショイ足くわんない。これも返します。試合時間15分が経過いたしました。さあ距離を取っております。何を狙う、おお膝を狙うでしょうか。ニコニースマッシュを狙うが、これをスタナーで返す。そして丸め込んだインサイドクレードル、カウント2。ライディーの後頭部のラリアットからすぐさまつなぎましたが、これを返される。そしてあこれもカウント2。ラビストラルを切り返し、さらにがマキストラ、これを今度はミューが潰した。カウント2、丸め込み技の応酬です。ラビストラルも決まらない、そしてマキストラルも決まらない。さらに丸め込んだのはミューですが、これもカウント2だ。決まりません。決まり、もう一回狙うが、これはボリショイがかわす。そしてこれガンドステクラッチ、ガンドステクラッチ丸め込んで、今度は3つ入った。目まぐるしいエビ固めの応酬を制したのはコマンドボリショイ。最後はガンドステクラッチ、どうなんでしょうか。海選手のように、本家公認になってるんでしょうか。なんか今時代はガンノスケクラッチですね、本当にね。そのうちなんかもう街を歩けばあちこちでガンノスケクラッチをみんながやってるような時代が来るかもしれません。最後コマンドブリショイがラビットミューを丸め込みました。全力バタン球、貫禄勝ちと言っていいでしょう。さあ JW 女子プロレス浅草大会、早くもセミファイナルとなります。ビクトリーロードシングルマッチ30分1本勝負。今年の3月に JWP 女子に再入団を果たし、そして4月3日の後楽園ホール大会で復帰いたしました、この勝間奈美でございます。勝間奈美が JYP 所属選手とシングルの連戦を行うということで、このビクトリーロードがこの日よりスタートいたします。初戦の相手はカズキ。かつての先輩である、そして現在ももちろん先輩です。さあ勝間奈美シングルマッチに臨みます。2014年7月に家庭の事情で引退試合を行いましたが、プロレスに対する、要するにやりたいという気持ちを収めることができず、2016年3月1日に再入団、そして4月3日の後楽園ホール大会ラビット入選で再デビューを果たしました。復帰戦を果たしました、かれこれ2ヶ月近く経つわけでございます。2ヶ月近く経って試合感がようやく戻りかけてきたところで、このビクトリーロードスタートいたしました。
立ち上がりから襲いかかった勝がボディシザースで和樹の動きを止めております。こちら和樹は1997年 JD でデビューいたしましたベテランです。キャリアの差は歴然、そして経験の差も歴然としております。ましてや勝にはブランクがございます。しかしそのブランクを承知の上でこの JYP の純白のキャンバスに帰ってまいりました勝真奈美。やはりこの選手、一日でも早く JYP の、戦力になっていただきたい、そういったファンの思いも多いんじゃないでしょうか。中島梨沙あるいはラビット・ミュウ、こういったところは、JYP 今伸び盛り、主流を張っておりますが、その中で勝真奈美が加わってくればまた、層が、厚くなってまいります。中島、ラビット、勝、藤ヶ崎、こういったところですね。そこにライディーン、こういったところがもっともっと、中島は今現在ね、上の方でやっていますが、それ以外の選手です。それ以外の選手はもっともっと上を食うようでなければ、JYP 未来は開けません。まずは何よりも誰が中島ありさの、ライバルとなり得るか、ここでしょうね。今現在 JLP の中で中島ありさのライバルといったら皆様誰が浮かぶでしょうか。先輩は別としてですね、 同世代あるいは後輩たちの中で中島ありさとライバルとして渡り合える人間が JLP にいるかどうかという話になっています。その意味でもこの勝真奈美、そういった期待がかけられます。JYP の中にいないというのもあって中島梨沙は他団体で、現在ベストフレンズとして活動しておりますが、やはり他団体に目が行ってしまうと、あるいはオズアカデミーとの放送の中に、目が行ってしまうということになってしまいます。中島梨沙の目を JYP 内に誰が向けるのか、その意味でこのビクトリーロードの中での勝真奈美の活躍が非常に注目されます。JYP 所属選手とシングルマッチを連戦で行うということですね。今回の和樹を機にもちろん今名前を挙げた選手、あるいは中森花子、レオン、こういった選手たちとのシングルマッチも予定されております。どのタイミングでそれが実現するのか。さあフロントネックロックで勝の動きを止めております。なんとか抜け出しました。おお、これはなかなか振り下ろすエルボー、なかなか重いエルボーだぞ。しかし体を入れ替えて上になった和樹がお返し、そして土手っ腹にダブルニーを落とします。まだ2ヶ月弱、復帰して2ヶ月弱ということですので、試合数としてもそうまだたくさんこなしておりません。ということは長引けば長引くほど不利になります。シングルマッチの経験としてこの2ヶ月弱の間で長時間の試合あまり経験してないと思われます。勝つとしては早めに試合を決めたいところでしょうが、かといって慌ててしまっては身も蓋もございません。カウント中で返します。こういった試合運び、試合の組み立て方、こういったものも勘を徐々に取り返していかなければいけません。そして体の勘です。感覚的な勘ではなく体の勘、相手の技を受ける、長期戦になった時に動けるスタミナ、こういったものは試合を重ねなければ身につきません。さあいつものように膝小僧と客席を煽って和樹が行く。
ご覧のように体格的にはそれほど劣っておりません。勝真奈美です。正面から真っ向から勝負してもいけるほどの体格を誇っております。そしてお兄これをかわしたジャーマンスープレックス投げっぱなします。しかし和樹がすぐに立ち上がる。ラリアットをかわしもう一発、こんなレッグボンバーのように膝を打ち抜けていきました。そしてジャーマンスープレックスブリッジを利かしてジャーマンスープレックスホールド、カウント2。相手の体重が重いだけにこのチョイスは有効と思われますが、和樹がまだそれほどダメージを負ってないということでしょうか。自力で返します。さあ、ファイヤーマズキャリーで担ぎ上げようとする。今度はなんだ、ダブルアーム狙います。しかしこれをリバーススペックス、ショルダースルー。おお、飛び込むようにして膝を押し付けていきました。やはり和樹の膝が入ると勝の動きが止まってしまいますね。今度はフットスタンプ、先ほどはダブルニーでしたが今度はフットスタンプです。リバーススプラッシュ式のダブルニードロップ。さあ、こういったものは受けなければ耐久力がつきません。勝真奈美すでにこの一度引退した時点でこのプロレスラーとしての耐久力はほぼほぼゼロになってしまったと思われます。そこから今年の4月に復帰し2ヶ月弱相手の技を自分の肉体に刻んで刻んで、そして耐久力をつけてまいりました。繰り出す技よりも相手の技をいかに受けるか、これがプロレスです。わあ、ダイビングニーアタック。さあ、動けるか勝。場内からマナミ、ナムマナミと声援が飛んでおりますが、これもなんとかカウント2で返しました。ランニングダブルにいわゆる走馬灯を放ちました。和樹、しかし先ほどから見ての通り勝の動きが止まってしまっております。ここから反撃していってほしい。スタミナ続くでしょうか、体は動くでしょうか。バッケルボーから強引に抑え込みましたが、当然これは返されます。ちょっと肩口を気にしております勝真奈美。先ほど不発に終わったダブルアーム狙います。持ってきた、ダブルアーム式のバックブリーカー。ようやく石を抜いたが、これぐらいでは3カウントには至りません。さあ、ライディン・ハガネ、あるいは中森花子、この辺りがこの試合をセコンドとして見ております。やはり気になるのかもしれません。仲間が加わったのは喜ばしいことですが、このリングは生存競争、誰が先に上に行くか。おっと、これはこのまま殴るつもりか。いけるか、いけるか、いったいったいった。強引に左腕をハンマーロックのように固めて、そして雪崩式で投げました。変形の雪崩式ジャーマンになりましたが、そしてさらに勝真奈美ダイブしてダイビングエルボードロップ。体重の乗ったダイビングエルボードロップから、うわ、稲妻ドライバーカウント2。稲妻バスターがカウント2です。今ので決めなかったところでしょうが、まだ3カウント至りません。いわゆるファイヤーサンダー、稲妻バスターがこれがカウント2。蹴り足をキャッチしてのバックドロップ、右
右肩上げます。勝間奈美もまだ諦めておりません。しかしまたしても動きが止まってしまいました。攻撃したことで残りのスタミナも使ってしまったか、もう動けない状態です。ここから気迫を見せてほしいところ。さあ K クラッシャーからカウント数、なんとかブリッジを利かして K クラッシャーを跳ねのけました。旋回式 S クラッシャー決まりましたがカウント2です。さあさらに場内の勝真奈美に対する声援が高まっております。真奈美真奈美と四方からその名を呼ぶ声が飛んでおりますが、耳に届いているかどうか、うん、強引に丸め込んだ首固め、カウント2。やはりこれ強引ではスリーカウントは取れません。首固めテイクドロップキック、膝十字を狙ったがこれうまく切り返して片耳固めるカウント2。年齢では上、キャリアでは上の和樹の方が今のところスタミナがまだ残っているというこの現実です。やはりプロレスは若さだけではありません。若いからといってスタミナがあるとは限りません。ここがプロレスの難しいところです。さあ水車落としホールド、水車落とし固めに行きましたがこれもカウント2。もう余力が残ってないか、肩を上げるのが精一杯か。勝間奈美ダウン状態、そこに和樹が舞い降りる、ダイビングダブルニードロップ、3カウント。最後は和樹ががっちり3カウント、まあ完勝と言っていいでしょう。12分59秒、ビクトリーロードの初戦は黒星スタートとなりました勝間奈美です。この後まだまだシングルロードが続きます勝間奈美です。その中で何勝を挙げることができるのでしょうか。花屋敷大会の名イベントでございます、スペシャルタッグマッチ30分一本勝負が行われます。先に入場してまいりましたこちらブリバと水木と先でございます。左が先、そして右が水木。さあこの、持っておりますこのベルトでございますけども、3月24日ガトームーブ新木場ファーストリング大会で獲得いたしましたアジアドリームタッグのベルトでございます。このアジアドリームタッグ初代王者に君臨しておりますブリバとの2人です。桜井美雅高梨組に25分23秒勝利を挙げ初代王者となりましたブリバト。そしてそのブリバトの対戦相手として入場してまいりますベストフレンズ。
人合わせて7本のベルト、4人合わせて9本のベルトが今1つのリング内に入っております。アジアドリームタッグチャンピオンシップ MLP トレーズドリームと88パンドミズキLLPWX から参戦してまいりましたブリリアントバトルガールズブリバト。まずは水木がコールされ、そして続きサキがコールされました。赤コーナー JWP インテータッグ並びにデイリースポーツにて女子タッグ並びにインターナショナルリボンタッグチャンピオンチーム115ハンド藤本塚さん。認定タッグ、デイリースポーツ認定女子タッグ、そしてインターナショナルリボンタッグ計6本、それに加えて中島有紗 JRP 認定無差別級シングルのベルトも保持ということで合計7本、9本のベルトを保持している4人によるスペシャルタッグマッチメインイベントです。さあこの両チームですが、今年の1月9日横浜ラジアントホールアイスリボンの大会で対戦しております。その時は現在このベストフレンズが保持しておりますインターナショナルリボンタッグの王座に佐紀瑞希が挑戦した試合でした。結果は17分22秒、藤本司が佐紀にビーナスシュートでフォール勝ち、防衛に成功しております。それ以来の4ヶ月ぶりの対戦となります。しかしその4ヶ月前と違うのはブリバトもチャンピオンということです。チャンピオン同士のタッグマッチ、もちろんこの試合はノンタイトル戦です。いきなりブリバトがベストフレンズを分断し中島愛理さんに照準絞ります。結構無理やりでしたけどもね、今のね。さあこれを邪魔いたしました。そして大ブーイング、藤本司に容赦ない惜しみない大ブーイングだ。合わない、全く合いません。ベストフレンズどこがベストなのか全く合いません。そして合わないハーライスに相手に対し年下のブリバトにガンをつけております。しかしブリバトもガンをつけられているだけで黙っておりません。逆襲のドロップキック、さあ水木がサーフボードストレッチで中島有紗の動きを止めました。2012年、このサキとのタッグで神取忍、井上貴子を相手にデビューいたしましたブリバト。3年以上のキャリア、となっております。こちら白のコスチューム、水木は21歳、そして黒のコスチュームのサキ、こちら28歳です。しかしこの辺は厳しい攻撃を見せる中島ありさ、振り回す振り回す、そしてこの肩のあたりに全体重を浴びせ、さらに藤本司もこれに加勢。言ってしまうとですね、さっきが現在28歳に対し中島ありさ27歳と、年齢的にはさきの方が上となっております。しかしもちろんキャリアは中島ありさの方が上。うわーと思いっきりサッカーボールキック一発で雰囲気を変えてしまいました。そしてボストンクラブ、これも向かっていきます。さあ藤本の厳しい攻めを受けておりますこの水木ですが、先日行われましたシードリングの後楽園ホール大会で師匠でもあります井上貴子からタッグマッチながら勝利を奪っております。
まあ、ハイスピードルールということであったんですが、通常のルールとはちょっと違うんですが、それでも、この対戦しております藤本司とのコンビで井上貴子修理組と対戦し、水木が井上貴子からフォールを奪うという、まあ、そういう意味ではある意味勝利を果たしたわけでございます。ベルト奪取、そして井上貴子からの勝利ということで、今現在乗っておりますこの水木ですが、さすがに相手がベストフレンズとなると思うようにはいきません。さあなんとか難をしのいで、さきとタッチ成立です。中島梨沙とさき、ドロップキック、左足がロープに伸びました。先です、顔をすることなく、ここは藤本司のタッチ。さあベストフレンズ、現在この女子プロ界でタッグ無敵を誇っております。アイスリボンのタッグタイトル、そして JRP のタッグタイトル、いずれも保持しております。しかも長期政権、一体このチームからベルトを引っ張らすのはどのチームなのかと、まあ、そういう意味でもこの伸び盛りの塗り分けの2人、非常に期待がかかります。この試合はノンタイトル戦ですが、ノンタイトル戦で勝利を挙げることができれば、インターナショナルリボンタッグ、あるいは JRP 認定タッグ、デイリースポーツ認定女子タッグ、こちらに挑戦するという目も出てまいります。さっきから水木にタッチ、さあ井上貴子からはアクアマリン、いわゆる逆打ちでございます。変形の逆打ちでピンフォールをダッシュいたしました。その技を中島あるいは藤本に決めたいところですが、またしても捕まってしまっております。先ほどさっきが流れを変えかけたんですが、水木がクロスペースに苦しんでおります。さあしかも足、両足も畳んでおります。まあ、この辺のやっぱり連携あるいはタッチワーク、こういったところも天下一品でございますので、全く隙がございませんベストフレンズ。まあ記憶に新しい5月に横浜文化体育館では、桜恵美、高橋七重組からも勝利を挙げております。藤本司が桜恵美からゴール勝ち、七重桜組でも勝てないとなれば一体誰が勝てるのか、この辺り今ね解説として須山さんがいればパッと出てくるんでしょうけど、私は今思い当たりません。そんな中、ノンタイトル戦といえどこのブリバト、勝利を挙げることができれば大きい大きい勝利となります。正面から飛びついて回転リガタメ、カウント2、カウント2までいきます。あと1カウントです、あと1カウント、先にタッチだ。ドロップキック、またしても動きを止めてしまいました。反撃の木を何度か巡ってくるんですが、そこから流れを変えるまでには至らないブリバトです。しかしよくよく考えればチームとしてのキャリアはブリバトの方が長い、プロレスのキャリアは中島藤本のが上ですが、チームとしてのキャリアで勝ってるブリバトとしては、あーしかしここは万字固め、コブラツイスト、いやー藤本司の万字固め、なんとか決めることができております。はい、よくよく見るとコブラじゃないですか、細かいことは気にしない。サッカーボールキック、これをキャッチ、
ここでアトミックドロップ、さらにさらにさらに前から後ろからよいしょと、さあ連携で相手を翻弄した上でまたしても流れを変えかけておりますブリバトですが、カサドーラそこからローキック、どうも流れ変えることができないですね。タックル、うわこういう DDT の入り方があると、さあ来ました、来ました、顔面の膝攻撃、ランニングしてもう一発、さあ舐めんなと言いました、そうです、舐められてはいけません、しかしダブルアームスープレックスホールド、歩兵のくじのような形になりましたがカウント2で返します。さあノンタイトル戦ではございますが、れっきとしたチャンピオンチームであります、サキ、ミズキ、ブリバトです。これまでのようにあっさりと負けるわけにはいきません、ドンタイトル戦であってもチャンピオンはチャンピオン、ボーイズはボーイズ、アジアドリームタッグ王者が敗れたということになってしまいます、そうさせるわけにはいきません。試合時間が10分経過し、ようやくピンチを出して水木とタッチです。水木がドロップキック、あこれはクロスペース決まってますね、さあクロスペースぐいぐいと絞る絞る、さっきはどうやら藤本をカットしてるか、あーその藤本が入ってきてしまった、先ほどから目まぐるしく動いているのはベストフレンズの方なんですが、どちらかというとブリバトの方がスタミナを消耗している状態、おおこれはうまくクロスボディと背後からのエビ固めをうまく連携させました、しかしカウント2、今のところ中島ありさ、そして藤本司、慌てるようなところはまだ一度も来ておりません、慌てる場面はまだ一度もない、カウンターのドロップキック、動きを止めるまでには至る、さらにこれもうまく丸め込む、ボディースラムを狙われたところでしょうか、ここを切り返しました、カウント2です。おーキューティースペシャル、中島の得意技でもあるキューティースペシャルを水木がその中島に、さあ自身の得意技でもありますキューティースペシャルですがカップに入られてしまいました、今度はお返しとばかりにキューティースペシャルを放ちました、これもカウント2、先がカットに入ります、キューティースペシャル合戦、ダブルのドロップキック、さあ押さえとけという指示が出たということはここを正気と見たのでしょう、分断して中島がミサイルキックを炸裂させるリング中央、カウント2、自力で返すしかありません、ジャーマンスペックス、これ前方回転2型目、しかし止められた止められた、わーっとうわー渡辺だから蹴りを見舞った顔面、そしてジャーマン今のえげつない蹴り、
水木の顔面は大丈夫か。そして先も2人に襲われます。ひでえとしか言いようがない。クロスアーム、これをサムソンクラッチ、さらにエビ固め、なんとか水木返す。わあ、至近距離から膝でしょうか今のは。さあ、うまく挟み込んで、わあ、カウントスリーギリギリでした。中島一瞬ヒヤリとしました。さあ、しかしスタミナを消耗しております。ここで藤本が入ってくる。エンズ入り、先ほど一瞬のスリーカウントを狙ったんですが、それをクリアされたところで手がつきたでしょうか。グロッキー状態の水木、ジャーマンスープレックスはなんとか踏ん張りましたが、ここでいいなシュートからクロスアーム、カウントスリー。まあ必勝パターンというか殺人フルコースというか見事でございます。まずが、中島愛さん
が来るだろうか。皆さん楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。はい、というわけで、ベストフレンズがこの花屋敷大会の最後に締めたという形でございます。藤ヶ崎選手と、藤本選手のドロップキックルールでやるんですかね。